土浦市立図書館は、茨城県土浦市山和町にある公立図書館。2017年11月27日に土浦駅前の再開発ビル、アルカス土浦 2. 店創立は1924年であり、現存する茨城県の図書館の中では、石岡市立中央図書館、茨城県立図書館に次いで3番目に歴史が長い。アルカス土浦は、 茨城県土浦市大和町にある再開発ビル。地上4階建てで延べ床面積は13,260平方メートル。総事業費は約75億円である。土浦市では2015年の土浦市役所の裏らへの移転と並ぶ中心市街地活性化の目玉事業として、アルカス土浦を位置づけ、1階を土浦市民ギャラリーとし、 二階以上を土浦市立図書館としている。日本経済新聞は2018年2月6日付の記事で駅前の顔として定着しつつあるようだと報じている。ビル名は771点の公募の中から選ばれ、アルカスはアーツカルチャーズスペースの頭文字を取った造語である。グランドオープンは2017年11月27日であるが、 理想な銀行土浦支店、学習塾、土浦駅前交番は先行してオープンしている。建物の設計、管理は、稲新建築研究所、建築本体工事は、清水、岡部、山本特定建設工事共同企業体が担当した。図書館の構造図書館部分の面積は、約5120平方メートルであり、休館の4倍以上に拡大し、 茨城県の市町村立図書館では最大となった。2階は土浦駅のペデストリアンデッキと直結することから新聞、雑誌コーナーと自動書家に充てられた。図書の収蔵可能冊数は56万冊で、旧館の蔵書に7万冊の新館書を加えた35万冊で開館した。図書館の内装工事費は11億4000万円を要した。 館内の閲覧席は約650席ある。旧土浦市立図書館は茨城県土浦市文京町9番2号の土浦市、生涯学習館の3.4階と1階の一部を占めていた。東日本大震災以降、郷土資料室は利用者の安全性と資料保存の検知から閉鎖されていた。図書館部分の延べ床面積は1159.00。 平方メートルであった。土浦市立図書館の入り口館内には、飲食や談笑が可能なスペースを設けている。土浦町立図書館、土浦市立図書館の位置の変遷土浦、町立図書館が置かれた土浦町役場1924年3月12日、新井張郡土浦町の町議会の議決を経て、図書館の設立許可を得て、時の町長、佐部茂道を館長とし、 同年4月1日より図書館の創立事務を開始した。図書館の創立は当時皇太子だった昭和天皇の結婚大礼を記念したもので、6月1日に土浦町役場2階に土浦町立図書館が開館した。この頃茨城県庁は不審の図書館事業振興に関することという訓令を発して県内の町村に大使図書館設置を促し、 1920年代前半だけで43館が相次いで開館している。しかしこの時代に開館し、現代まで存続する図書館は土浦町立図書館から解消した土浦市立図書館のみである。当時の土浦は霞ヶ浦海軍航空隊がやってきて、モダン都市へと変貌を遂げようとしていたところであった。1930年11月2日には、元、 霞ヶ浦航空隊貸し館集会所であった木造2階建て36坪の独立した建物に移転した。移転後の図書館は土浦の文化的な拠点として機能した。なお、土浦市立図書館の郷土資料コーナーには土浦町立図書館日誌と土浦町立図書館図書目録が保管、配下されている。1940年11月3日、土浦町が 学鍋町と合併して土浦市となったことに伴い土浦市立図書館に改称した。第二次世界大戦中の茨城県の図書館の様子を伺い知る資料はほとんど残っておらず土浦市立図書館の戦中の活動も不明であるが少なくとも戦災の被害は受けずに済んだ。第二次世界大戦後の1947年2月1日 有料会員制の土浦読書クラブが発足し、会員に限り図書の貸し出しを開始した。読書クラブは、茨城新聞の記者だった人物を会長に据え、会員は図書の貸し出しの恩恵に預かっただけでなく、夏休みに、緑印文庫と称した、移動図書館を開催し、紙芝居やお話の会、レコードコンサートも行った。会費30円は、 図書館の蔵書の充実のために利用された。読書クラブ限定の貸し出し体制は1965年頃まで続いた。1947年8月20日、CIE 図書室が併設され、アメリカ合衆国から送られてきたタイム、ライフ、ニュースウィークなどの雑誌や新聞、憲法改正や民主政治に関する書籍などを配下し、利用状況の報告義務を負った。 1954年5月1日、図書館の増設が行われ、図書目録を収納するカードボックスが新設された。1955年2月より、郷土資料の収集を開始し、1956年6月に、水戸学資料を購入して、水戸学文庫としたほか、土浦藩主の土焼けから寄贈された、藩政資料を、製本整理した。 続いて1957年1月に、色川三中の急増書や、原稿類を購入して、色川文庫を、1959年8月には、内田記念をから、土浦藩の資料を購入して、内田文庫を設置した。1969年8月1日、旧茨城県筑波学園都市事務所に移転した。この時初めて自動室が設置されたが、 旧事務所を館社としていたのは、わずか4年間で、1973年9月1日に移転準備のため一旦閉館となった。図書館の跡地は1975年に土浦市立郷土資料館となり、建て替えられて1988年に土浦市立博物館となった。土浦市生涯学習館1973年12月8日に、 土浦周岡地方社会教育センターが開館し、その3体に4階に、図書館が入居することになった。同センターへの移転によって、利用者数は移転前の5倍となる月平均1万人となり、貸出冊数の増加にも結びついた。1980年代の増書は2万5千冊であった。1976年7月15日より、土浦市南市所上大津市所 都足所中央出張所に図書を廃下し、貸し出しを開始した。貸し出し方法は、貸し出し簿に利用者が自ら氏名と署名を記入するというものであった。1982年3月28日、土浦読書クラブが開始し、300回を重ねたレコードコンサートが終了した。百八十三年には、土浦市児童、生徒読書感想文コンクールと、 紙芝居と読み聞かせの会が始まった。1985年6月18日から7月20日に一旦休館し、コンピュータによる図書館管理システムを導入して再開した。また、同年10月16日に社会教育センター1階部分を増築し、図書館に充当した。1990年代に土浦市立図書館を訪れた雲野博士は、 三階の郷土資料室が、閉下式であることに戸惑ったが、なんとか、中に入れてもらい、市村僧、雄一、茶の間の土浦五十年史や、本堂清土浦町内物語、野田作、土浦史といった、郷土資料を発見して読んだ経験を実書に綴っている。1995年2月18日に創立70周年、記念式典を挙行し、川端誠を招待して、 記念公演を開催した。1998年10月1日、山中地区公民館図書室をオンライン化し、土浦市立図書館の文館と位置づけた。続いて1999年10月1日に、都は公民館に2002年5月11日に、神田地,地区コミュニティセンターに文館を設置した。一方で2004年度をもって、支所、 出張書での図書貸し出しを終了した。2007年1月にインターネット端末の共用を開始した。2008年7月5日、毎日新聞は土浦市教育委員会が文集土浦を個人情報に当たるとして図書館から回収したと報じ、図書館の自由に関する宣言にある図書館の自由の観点から図書館問題研究会が問題視した。これに対して、 図書館は毎日新聞社が同年3月に発生した事件の報道で文集土浦を利用しようとし事件に無関係の人のプライバシー侵害が危惧されたことが理由であると回答した。2008年9月に上大津東小学校で図書館の本を学級文庫へ貸し出す試行を実施し、翌2009年6月から東小学校と都和小学校にも拡大した。 同年9月には小学3年生を対象としたブックトークを開始し、11月3日に第1回図書館祭りを開催した。2010年10月音楽配信サービスの提供を開始し、同年11月3日に土浦市政70周年と国民読書年を記念して、井野和義による親子読書講演会を土浦市民会館で開催した。 2011年3月11日に東北地方太平洋沖地震が発生した際約60人が館内におり職員が避難誘導した直後に停電が起きた怪我人はなかったその後断水も発生し翌日から3月17日まで臨時休館4月3日まで開館時間を短縮して業務を行った三月十三日から四月二十日の間は 震災特集を実施した。2012年4月1日より雑誌スポンサー制度を導入した。同年6月24日、図書館から利用者へ電子メールを送信する際、他の受信者がわからないようにする措置を行わず、利用者全員のメールアドレスがわかる状態でご送信するトラブルがあった。2017年6月、土浦市出身の力士、 高安明の大関昇進を受けて、急遽、高安関コーナーを設置した。同コーナーは、高安に関する新聞記事や相撲に関する図書40冊などで構成し、順次展示内容を変更した。新館への移転作業のため、土浦市生涯学習館の図書館は2017年8月31日に閉館した。新図書館への移転と同時に、 図書館システムの更新が行われるため、分館も8月31日で閉館した。建設中の土浦市立図書館新図書館の建設計画は1996年から検討され始め、同時に市民組織として新市立図書館を考える会が発足した。2003年3月には土浦市新図書館基本計画が策定された。2005年には 土浦駅前北地区に建設することが決定し、新館の開館に備えて資料購入が進められたものの、2008年にリーマンショックや建設資材高騰を背景に一度事業が中断し、2010年8月に事業を再開した。ところが2011年には東日本大震災を受けて、 計画を縮小することが決まり、さらに図書館の建設予定地が土浦市役所の移転候補地として検討されることになり再び事業が中断した。2012年11月になって、ようやく事業が再開し、2015年9月に着工した。新図書館は複合施設アルカス土浦内に設けられ、2017年11月16日に、 報道関係者向けに内部が公開された後、11月27日午前10時に開館した。開館記念式典では、中川清市長がコンパクトシティを実現し、街の活性化につながればと挨拶し、アルカス土浦の名付け親である土浦市民の男性に賞状が手渡された。文館は11月28日に再開された。 アルカス土浦1階の土浦市民ギャラリーでは、開館記念として、茨城県近代美術館の所蔵作品展を開催し、クロードモネの絵画、ポールドモアの洞窟が展示された。また、駅前ブラリ、ライブラリーと称して、パリの朝市を模した土浦マルシェなどの開館記念イベントを2018年1月まで継続開催した。 開館初年度の入館者数の目標は40万人であるが2018年1月に10万人を突破した。土浦市立図書館は情報通信技術を導入した最新の設備を整えている。4階には自動箇所庫が設置され、17万冊の閉下図書を収蔵している。4階の屋上ガーデンから自動箇所庫がガラス越しに見え、図書を運搬する様子を眺めることができる。 自動化書庫の導入は、茨城県の図書館で2番目であり、これまで職員が10から15分程度かけて、図書を探していたのが3分ほどに短縮された。自動化書庫を含む書家などの家具設置工事は、日本ファイリングが担当した。自動化書庫を導入するにあたって、蔵書に IC タグが重複された。手作業で一冊ずつ IC タグを重複したため、べての蔵書に重複が完了したのは、 新館会館の直前であったという IC タグの導入により自動貸し出し機も設置された土浦市立図書館では利用者の目線に立った運営を心がけている例えば毎日の会館前には資料の状態チェックを行い返却された CD は実際に音楽を流して音が飛ばないかどうか確認を行っているまた市民が植物や昆虫を持ち込んで それらについて知りたいと尋ねてきた場合には、一緒になって文献を探索し、郷土資料入手のために、古書店を歩き回ることもある。託児サービス、土間この託児サービスは、土間ルームと命名され、茨城県の図書館で2番目に開始した。育児中の人に読書をする時間を提供することが目的で、利用者は1時間子供を預けることができる。 ただし、託児サービスを受けられるのは、土浦市民に限られる。リダイレクトカテゴリーアルカス土浦に関するカテゴリー。ありがとうございます。